みんなよく来てくれたね。すごいパーティーだね。大物政治家、大企業のトップ、悪徳稼いでそうな顔ばかりだな。まさに義賊を名乗る者が狙いそうね。はあ、ん？怪盗から狙われそうな汚く金を稼いでる客、それは僕のことかい？金宮さん。金宮コンツェルンの二代目御曹司、急逝した父の後を継いで金宮のトップに立つ男だ。お、よく知ってるね。けど実際はお飾りのトップ、親の七光バカ息子、世間で言われてる通りさ。自分で言うか。まさか本当はバカ息子を装ってるだけで。それ、俺はほんの挨拶代わりだよ。見たまんまのバカだった。こんな奴の財産なんてラスティに盗まれりゃいいんだ。やだやだやだ、泥棒怖い。助けて、天変堂のその人々。なんなんだこいつ。落ち着いて、金宮さん。男性はそんなに狙われたりしないはずです。何？そうなのか。ええ、ラスティは宝石類を狙ってくるんで、でかいダイヤなんかをつけてる人の方を真っ先に。あ、もうダメだ。ほら、表現の規制で尿が美しい。潜入成功。久しぶりに人稼ぎするわよ。大物政治家、大物芸能人、大手企業の会長、でっかい尻星人。でっかい尻星人。誰だ、俺の仮の名を呼ぶやつは。やあ兄さん。なんだこうか。あっちで怪しい人物を見かけたんだ。ラスティの変装かもしれねえ。どんなやつだった？それはもう巨乳の。じゃあ違うわ。そこだ！めんどくさい！ラスティネイル参上！この会場で一番価値のあるものをいただくわ。出たな、ラスティ。カナミさんは？ひとまず安全なところに移動させようとしたけどダメでした。一人にしないで！僕とこの巨大ダイヤがどうなってもいいのかよ！え？巨大ダイヤ？ヤツが消えた。どこ行った？ないダイヤ盗まれちゃった。なに、兄さん、ヤツが出たって。兄さん、ヤツが出たって。え、おっと、俺ら二人、これじゃどっちが本物だか。どちらかが偽物なら両方やるしかない。結論早えよ。もうダイヤは手に入れたし、この催眠ガスで。うわ、怖いよ、泥棒怖いよ。先日の集団寝坊パーティー事件、参加者の一人、金宮コンツェルン二代目御曹司はあわや指輪盗難の危機にあったそうですが、犯人と格闘の末取り戻した模様。早くも未来を担う若きリーダーとしての気概を見せています。では次のニュース。持って帰るの忘れた。3分だけしかない僕の時間は伝わらない。